はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ガシャポンなりきり仮面ライダーガイム3です。はい、いつもの1回200円のなりきりシリーズですね。今回は全6種類で、戦国ドライバーの勝ちどきバージョンと勝ちどきのスイング、それと DJ 銃と無双セイバー、大大丸シドロックシド。無双セイバーは再販版かと思いきや、ちゃんと合体できるようにロックシドがないバージョンですね。前にレビューした無双セイバーはロックシドがついてました。しかも外せないです。大大丸も無人ガイムバージョンですから、今回は何が出ても外れなしですね。とりあえず1000円使って5回回しましたので、一気に飽きていきます。とりあえずは DJ 銃と無双セイバーは欲しいですね。最近ガチャ運が微妙ですから大丈夫でしょうか。まずは1個目、よっ、おっ、いきなりいいのが出ました。戦国ドライバーに勝ちどきがついてます。シールもついてますね。大当たり。2個目、おお、やったー、やったー、 DJ 銃ですよ。しかもクリアパーツなんですね。では3つ目、大きいやつ、無双セイバー、無双セイバー、無双セイバー、お、やったー、無双セイバー出たー。どうしちゃいました、この強運。はい、出ました。オレンジロックシードがついてないバージョンですね。もうあと2つは何でもいいっす。まずはシドロックシード、かっこいいですね。そしてもう1個がもうね、見えてますね。これはまさかの、今回はダブりなしですよ。よっ、はい、ということで最後は勝ちどきのスイングでした。はい、結果はこの5種類でした。ダブりもなくって、 DJ 銃と無双セイバーも出ましたね。今回はいいガチャ運でしたね。では戦国ドライバーを作りましょう。シールが3枚ついてますから、まずはフェイスプレートを貼って開けて、断面と DJ 銃を貼ります。完成しました。クリアパーツになっててかなりデラックスっぽいですね。これが正面で、後ろはクリップ、ブレードを倒せばフルーツが展開します。下まで持ってくれば、はい、こうなりますね。完全固定ですから外すことはできないです。次は勝ち時のスイングバージョン、これもシールがついてますから、ペタッと貼れば完成ですね。はい、こうなってます。クリアパーツをベースにオレンジの部分は塗装になってます。しかも横を見ると穴がついてて、パネル部分も2枚になってますね。これは何気にデラックスバージョンと全く同じです。本当に似てますよね。かなり再現度は高いです。次はシドロックシード、これは設定通りフロントパーツは動かないですね。完全に固定です。ただいい感じの機械っぽさは出てますね。なかなかかっこいいです。これはデラックス版が届いたら比較しましょう。次は無双セイバー、これはパーツを刺せば完成ですね。ちなみに前にレビューした無双セイバーに比べると、前回はネイビーっぽくって、今回はブラックです。食玩みたいに色を変えてきましたね。表面と裏面、最後はひなわ大大 DJ 銃、2つのパーツをカチッとはめれば完成ですね。いや、200円とは思えないくらい本当によくできてますね。裏側はこんな感じで、ここにつまみがあって、銃状態と体験モードと切り替えられるんですね。オレンジの部分は全てクリアパーツになってます。しかもターンテーブルをちゃんとスクラッチできますね。クリック感はないです。つまみはさすがに動かないですね。ではいよいよ今回出た無双セイバーと合体させましょう。このまま銃口にブスッと刺せば終わりですね。ちゃんとロックします。で、剣先は裏側のパーツをスライド。はい、完成しました。ガチャポン版の体験モードですね。これは大きい。しかもシールじゃなくって塗装ですから、全体的なクオリティもより高く見えますね。これめちゃくちゃかっこいいですよ。ちなみになりきりシリーズの中でも屈指の大きさを誇るガブリカーニバルと比べるとこうなります。さすがにガブリカーニバルほどの巨大さはないですね。やっぱりこれは大きいです。とりあえず今回は全6種類中5種類が出ましたので、本当に大当たりでしたね。はい、ということで、なりきり仮面ライダーガイム3を紹介しました。無双セイバーと DJ 銃が出ましたから、とりあえずリベンジはしなくていいっぽいですね。それと勝ち時系のこの3種類は、どれも非常によくできてますので、気になる人はやってみてください。以上、ガチャポンなりきり仮面ライダーガイム3の紹介でした。